フェラーリ SF70H は、スクーデリアフェラーリが2017年の F1、世界選手権3戦用に開発したフォーミュラワンカーで、ある。フェラーリのモータースポーツ3070周年にちなんで、命名された。開発コードは、668。2017年2月24日に、フィオラノで正式発表された。特のついた、フロントノーズが採用され、 ホワイトのカラーリングのシャークフィンも装着されている。シャークフィンの後端には、メルセデス F1W08EQ パワーでも採用された T ウィングも装着されている。サイドポンツーンの開口部は独特な形状をしており、横に広がって複雑な構造となっている。さらにその開口部の真上にも大きな穴が開けられている。これは、安全対策のために設置が義務付けられている側面。 衝撃吸収構造をサイドポンツーン内部ではなく、空力付加物に収めて外出しにするという F1 では、過去に例のないソリューションを採用したためである。毎年マシンに女性的な名前をつけているセバスチャン・ベッテルは、同社をジーナと命名した。ドライバーは、ベッテルと君来コネンのまま変更なし。開幕前のテストから、好調な走りを見せ、メルセデスの対抗馬として期待された。 開幕戦オーストラリア GP でベッテルが2年ぶりの勝利を果たし復調ぶりをアピールした。ベッテルは第3戦バーレーン GP でも勝利。第4戦ロシア GP の予選でベッテルが2年ぶりのポールポジションを獲得9年ぶりのフロントロード苦戦となったが決勝ではバルテリボッタスに敗れた。第5戦スペイン GP から カーナンバーの視人性の向上のためのレギュレーションの変更に伴い、1970年代の名車、312T のオマージュのような時代になった。第6戦モナコ GP は、予選で、ライコネンが9年ぶりのポールポジション、決勝ではベッテルが勝ち、フェラーリにとって16年ぶりのモナコ GP 優勝と、共に7年ぶりのワンツーフィニッシュを果たした。 高速サーキットでのレースが続くカナダ GP からイギリス GP まではパワーに勝るメルセデスの後陣を廃することになったが低速サーキットのハンガロリンクで行われたハンガリー GP は予選でフロントロード区セ決勝でワンツーフィニッシュを飾ったここまではメルセデス優勢のレースでも粘り強い走りは見せていたが 後半戦に入ると2016年に逆戻りしたかのような展開となる。ベルギー GP はルイス・ハミルトンに及ばず、ホームレースのイタリア GP はメルセデスの圧勝に終わり、ベッテルはここまで守ってきたランキング首位の座をハミルトンに明け渡した。シンガポール GP の予選ではメルセデス勢が苦しむ中ベッテルがポールポジションを獲得したが、決勝ではスタート直後に マックス・フェルスタッペンと接触してベッテルとライコネンの両者ともリタイアを喫し、ハミルトンの独走勝利を許してしまった。マレーシア GP はパワーユニットのトラブルに泣かされ、予選でベッテルが走行できず、再開スタートが確定し、決勝ではライコネンがスタートできずにリタイア。ベッテルは4位入賞で、ハミルトンとの差が広がるのを抑えたと思っていたら、 ウィニングラン中にランスストロールと接触し、マシンが大破してしまうなど散々な結果となってしまった。接触によるペナルティはなかったが、日本 GP でもフリー走行でライコネンがクラッシュしてしまい、ギアボックスの交換が必要となったことによって、クリッド降格。決勝はライコネンが5位入賞で意地を見せたものの、序盤に、ベッテルがマシントラブルでリタイアと悪い流れを断ち切れず、この時点で、 ドライバーズタイトル争いではハミルトンに決定的な差をつけられ、ベッテルの自力でのチャンピオン獲得の可能性は消滅してしまった。コンストラクターズ争いではアジアラウンドでの失速が響き、アメリカ GP でメルセデスの4年連続チャンピオンが確定した。そしてメキシコ GP でベッテルはポールポジションを獲得したが決勝は4位に終わり、ハミルトンのタイトルが確定した。 そんな中、第19戦ブラジル GP でベッテルが8戦ぶりに優勝。これによりベッテルはランキング2位を確定させた。最終的には優勝5回、ポールポジション5回、ファステストラップ7回を更新するなど近年と比較すれば上々と言える成績ではあったが、フェラーリが終盤にトラブル続きで失速していたのに対し、メルセデスはこの年、 ハミルトンが前線入賞、ボッタスも一度のマシントラブルでのリタイア以外は前線で完走しているなど信頼性の差が浮き彫りになったシーズンとなった。ありがとうございます。